やべえな。すごい傷薬か。あ、はい、どうも、こんにちは。では、ポケットモンスターピカチュウ実況プレイ、やっていきます。じゃあ、してみたく行くか。いけ。効かないね。オーロラビーム効果抜群だから嫌だな。じゃあ、空を飛び行ってみるか。いけい。おし、いいね。いいね。いいね、いいね、いいね。いやーん、新人なのに。それ関係ないと思うけどね。そりゃないと思うか。チャンス。グレン島から泳いできたけど、きついわ。なるほど。じゃあ結構遠そうだね。そんな、きついってことは結構まだまだ距離が合いそうだね。うん。先んと。翼で撃つ。なんだ？あ。あ、すいません、ちょっと。スマホの方でと、通知来てました。はい、LINE のね。LINE の通知が来てました。すいません。いつまで混乱されて、してる。よし。守りはレベル42と。よし。ちょっと、怖いから。変えるか。もう守るやられそうだしね。尻尾を振る。じゃあ噛みつく。いけー。おお、結構でも効いたね。思ってたよりは効いた。噛みつく。よっしゃー。がっかり。グリーン島のダムスンダムの式、いつかが本末について、僕が好きで待ってる。なるほど。お、トレーナーが。西にあるグリーン島は、ポケモン研究の島、あそこにポモも働いているわと。なるほど。大木戸博士とか、いそうだね、なんか。おお、うまい棒かみたいな感じでさ、なんか、いそうだね。ニョロも。じゃあ、噛みつく。おっと。じゃあ、もう一度噛みつくいきますか。よし。あずまお、またあずまおか。じゃあまた噛みつくでー。噛みつけー。あー、乱れ突き。いける、いける、いける。え、まだ ?4 回目 ?5? 何、乱れ突きって3回じゃないの？みだから3回じゃないの？噛みつく。うわー、ここで超音波とは、こいつやりよるな。いけい。あー、もう、おまかじゃな。うわ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 。うわ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 。いけるいける。頼む。頼んだ。いけるいける。よし。ナイス。待ってよ、もう。やったね。グレンは火山の噴火も焼かってきて、でけいたわ。なるほど。火山があるのかな？じゃあ、炎タイプとかちょっとゲットしたいな。ボックスいっぱいだけどね。トレーナーさんはいませんかな？トレーナーがいいな。うん？それは？お！お！着いた？着いたかな？ここ、グレンタウンかな？ポケモン屋敷は研究と学者がたまに出入りしているようだ。なるほど。グレンジムのカツラ。カツラ？ズラじゃない、カツラだの人？もう私ちょっと、まあ銀玉あんましちょっと見てなかったし、まあ知らないんですが、ちょっとこの名言は知ってますがね。
研究ができる前から住んでて変人なんだって。おい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 自分たちの町の事務リーダーを変人弱火しちゃダメでしょ。しかも昔から住んでただけでさ、変人ってさ、ひどいな。ひどいね、あなた。ひどい。グレン島ポケモンジムリーダー勝田。熱血クイズ親父。勝田かぶってんのかな。じゃあちょっとショップでなんか買いますか、いろいろ。いざという時のために道具は多めに買うべきだね。うん。プラスパワーはないのかしら。ポケモン攻撃力は高いのか好きなのに。品揃えが悪い店なのかな。おぉ、1、10、100、1000万、10万。11万持ってる。すげえな。ハイパーボード結構買うか。おぉ、ちょうど、ハイパーボード90結構買えんじゃん。買わないけどさ。ちょっと強そうなポケモン出てきたら捕まえたいんでね。10個くらい買ってきましょう。すごい気づくっす、今ね。そうやな。3、40個買いときたいな。30個でいいや。はい。穴抜きの紐もね、10個くらい入れときましょう。なんでもなるし、もう、4個くらい。で、あとの金は全部元気のかけらに積むというね。元気のかけらでー。34個。34個購入。よし。はい、どうもー。ポケモンセンターひどっ。いきなり君には友達がいるかなって、ひどっ。まあいるけどさいやでも周りでピカチュウやってる人はいませんよ。もう一個ずつやってる人も少ないよね、もうこの年になると。うん、うん、進化キャンセルはあんまし使いやってないよね。どうだ、この島では進化キャンセルが流行してるみたいですね。うん。トゥ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 ン、トゥ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 ン。はい、お願いします。トゥントゥントゥトゥトゥン。はい。ちょっと荷物整理したいんで、ボックス見ますか。前も、僕もでパソコン。今何があるんだ？不思議な飴つ、甲羅の化石。甲羅の化石。ここでさ、確か化石を、あれ、カーセンじゃなかったっけ？なんかそんなこと聞いたけどさ。いいついざは言えないか。ちょっと、甲羅化石。よし。これ一応持っておくことに損はないよね。で、ここはどこなんだ？ポケモン屋敷か？ポケモン研究所。など、大木戸博士いるかな？ん？だだ、大木戸博士かな？あ、違った。ここでは毎日ポケモン研究をしてます。あと、珍しいポケモンなども持ち込んでくるお客さんもいらっしゃいます。ねと。なるほど、ここにいれば、珍しいポケモンに会えるということかな？グレンラボラトリーの創設者、藤博士の写真だ。藤博士？なんかどっかで聞いたことあるような、ないような。じゃあす。コーダック、持ってないね。サイドン、欲しいけど持ってないね。ごめん。ほう。なるほど。なるほどね。で、それがさっき僕が引き出した化石と同じですかね。ガーディ、持ってないね。ジュゴン、欲しいけど持ってない。そう、イーブは3種類のポケモンに進化する可能性がある。なるほど。サンダーと、なんだっけ、サンダー、ブースター、ブイゼルだっけ。じゃ、ブイゼルじゃない、シャワーズ。ブイゼルはまた違うポケモンだね。いい技シーンを作ったぜ。ポケモンにこいつを教えや、楽しくなるぜ。荷物が多くて持ってないぞ。え、なに、気になる、気になる、気になるな。これはなんだ、琥珀のパイプがある。よくわかんない。
まあ、それは、まあ、じゃああの技のシーンはそのうちまたトイレに行きますか。俺、ガルーラ探してんだ。君、持ってた、ベトベトンと交換しようぜ。ガルーラ持ってるけどさ、ベトベトンいらない。ガルーラの方が珍しいからさ。これなんだろう、なんかすげえな。はい、私は、偉い博士。あ、偉い博士さん。はい。いつも珍しい化石研究してるあるよ。あなた、いい化石持ってるか？甲羅の化石、あ、持ってます。おう、それは甲羅の化石。大昔のポケモン、カブトという化石に、カブト。私の作った化石再生マシンで、これ、引き換え出してみせるね。おう、はい。はい、じゃあそれ、あれ、こっちに横してほしい。こいつこれ持って逃げたりしないかな？怪しいな。変な博士。ちょっと時間かかるよ。なるほど。その間にちょっと無駄じゃなくて、なんだっけ、街を探索しましょうか。気になるんでね。ポケモン屋敷も気になるな。グレーの中はルーツの色。ここかな？ちょっと、一回出よう。あれ？これしかないの？グレーンタウンって。小さ。家がないんだね、普通の。小さいね。え、じゃあもう終わっちゃう？ちょっと、せっかくだし、ポケモン屋敷住みますか。そんな早く終わってもね、おお！ガーディー来た！ガーディー欲しい！かわいい！欲しい！かわいい！かわいい！ポチって名付けたい！かわいい！かわいい！捕まえたい！ああ、もう捕まえチャンスじゃん、これ。かわいい。かわいい、かわいい。あ、そっか。くそー、捕まえたい！捕まえたい。こういった穴抜けの紐使えるかな？え、何？ああ。ラッツだ。じゃあ、ちょっと今回はね、まあ少し10分くらいここでレベル上げをして終わりましょうか。次回はグレンジム。いきます。はい。まあ、緑。おー。じゃあ、とどめの体当たりだ。ナイス。これはカードキーとかかな？あ、違った。ベトベターだ。てかさ、さっきのさ、ガーディーとジュゴン交換したやつって言った人もさ、ポケモン屋敷来ればいいのにね。簡単にガーディー捕まえられるからさ。もう、なるほど。ポケモン屋敷でレベル上げをするのもいいね。だからちょっと、ジム戦やる前にちょっとレベル上げしとこうかな。お、穴抜きの紐。買ったばっかだよ、もう。これは？それのいいか。なんかこれ、なんだ。秘密スイッチ。怖い。けど押す！え？何が変わった？え？何も変わってなくね？え？何が変わったの？隠し階段とかさ、なんか、あ、さっき慣れなかったドアが開いたのかな？しかも、この子だったら微妙にレベル高いし。ウェイ。お、開いた。何があるかな？隠しスイッチってことさ、なんかあるよね。怖い。でもここいいレベル上げの場所になりそうだね。でもね、体当たりいけー。
よし。あれ何もない。あれ何もない。案外何もねえんだな。右行けるかな。あ、行けるね。あ、行けないか。なんかここだっけな。確かここかどっかにファイヤーがいるとは聞いたことがあるけど、はい、ここだっけな、ちょっと わかんないけど、じゃあ体当たり、お、レベル42、ロケット好きいいね、覚えさせたいな。体当たりいっか、さすがに。気になるな、ロケット好き。知らないな。聞いたことない技だけど。では、ピカ太郎をと。でも結構広いね、ここの屋敷も。いくら人が住んでないとはいえ。雷。うわ、嘘だろ。うわ、は？は？強っ。強っ。何あいつ強すぎ。強くね、あいつ。自信。強いあいつ。ほんと必殺だね、あいつ。ほんと必殺ないわとね、あれは。じゃあ、とどめの、切り裂く！おい！まあ、ピカチュウ。一回出よう。一回出よう。お、ガーディー来た。来た、ガーディー。いとしのガーディー。かわいい。ガーディー捕まえたいな、でも、やっぱ。なんで無駄、あ、そっか、なるほど。ピカタオが倒れてからか。いっけー、調整撃つ。あ、ごめんよ、ガーディー。かわいいのに。かわいいのになぁ。かわいいのに。かわいいのに。行き止まり、あれ？あれ？道間違えた？あれ？あれ？え？地震。え？あれ？あれ？ちょっとわ、よくわからない。よくわかんない。とりあえず火の粉。え？え？え、なんか怖くなってきた。出れない。なんか怖くなってきたんだけど。え？かわいい。やっぱかわいい。こっちだっけ？違うよね。これかな？これの押せかな？これのせいでかな？怖っ。よくわかんない。怖い。怖っ怖っ。やだよ、このなんかもう脱出系のゲームは。苦手だよ。だった。地震。おっと。
なぬなナイス。おっと。けども結構出てくるね、ここ、野生のポケモンが。ラッタとガーディーとコアットとベトベタンしか、ベトベターしか出てこないけど。比較す。よし。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、出なくなったかも、これ。これ出なくなったかもしれない。悲しいお知らせ。うまい棒くん出ないかも。嘘やろ？嘘だよな。嘘と言ってくれよ。どこ？皆さん皆さん、残念なお知らせです。これね、壁じゃなくてね、床でした。これ床でした。これ床でした。床だったよ。床、壁かと思ってた。バカだなぁ。俺、バカだなぁ。ダメだ。今日はもう疲れてる。もう今日は疲れてるんだ。もう終わろう、終わろう。終わろう。もうピカタはもうやられちゃったし、終わろう。お、ちょうどファイヤーもレベル43になりましたしね。では、次回の収録までに、また少しレベルの方を上げさせていただきますというか、上げときます。はい。なので、はい、では、お会いします。その前に、ちょっとポケモン研究、びっくりしたわ。ドアにかかっていたって、別に入ろうとはしてはいないけど。あ、なるほど、前通ってからか。なんで？なるほど。多分さ、これさ、ポケモン屋敷の中にいるのかな、ジムリーダーが。うん。先にジム調べればよかったね。じゃあ次回は予定変更して、ポケモン屋敷を探索しましょう。はい。ごめんなさい。おぉ。なるほど。ああ、はい。じゃあ次回はポケモン屋敷を探索します。で、探索して、次回はそれで終わって、で、またその次回、2パート後は、ジム、挑戦できればいいなと思ってます。また、シルフカンパニーみたいに、ならないことを、ちょっと、まあ、祈って、やっていきます。では、お会いします。ありがとうございました。